はい、皆さんこんばんは、シセス。というわけで今回はついにアルドラ新プレイヤブル、ミンサガリマスター新プレイヤブル、シェリル、モニカ、マリン、フラーマ、アルドラ、残すはアルドラのみということで、今回はアルドラを仲間にしていこうかなというふうに思っております。まず条件としてはダークの煉獄イベント、知力ですね、知力をまず40に上げる必要がある。やっていきましょう。止めても無駄なのでしょうね。あれ、もしかしてやっぱり。ごめんなさい、涙は不吉ですね。騎士の娘、多分怪しいなと思ってきたんですけど、これやらかしてますね。やらかして、やらかしそうになっておりましたね。母の形見のお守りです。あぶな。そして必ず生きて帰ってください。お守りもらい忘れたわ。約束するわ。オッケーオッケー。いやー、お守り、いや、お守り地味に必要だよね。多分そんなことないか。強い祈りが込められたお守り、一応引き継ぎ可能だから、まあ全員コンスタンツのお守りにすることも可能っていう。いや、一応ね、これはやっておきましょう。ちょっと、それは強い。お、フェニックスアロー、これはでかい。お、ミリオンダラー、弓、これで全部ひらめたかもしれんな。お、そして知力、これはおそらく40に行ったんじゃないか。40に行ったらイベントが開始される。40オッケー。そしたらミルザブールか何か適当な街に戻りまして、さあ最後のイベント。長い間どこかに囚われていた、永遠に伝えることができなくなってしまった思い、あの人への思いを捨て去ればそれだけで許されたんだ。どこに囚われていたの？わからない。とにかく時の流れが分からなくなるほど長く囚われていたよ。さあ煉獄行きましょう。まあゆっくりしていく。冥府に行く方法がちょっとめんどくさいから倒してしまおう。いや、倒せば OK よな。倒せばデス様煉獄に行けるはず。まあ倒してしまっても構わんのだろう。さあザップショット、一応関節で攻めてるわ。ん？関節で攻めてるよな。双竜でひらめけ、ドリュー撃は一応打っておきながら、オッケー、連携。いやー、グランドスラムひらめたいよ。ただクラスレベル、スキルレベルが低いからちょっと確率的に相当低いのかもしれんし、吹雪効いてないやん。まあヒーラーでもいいんだよな。ちょっと術が効いてないけども、ひらめかない。もうこれでいいな。我々防御的には全く問題がないから。でちょっと今食らった分を回復していこう。シールドされてるとひらめかないとかあんのかな。単純にこれはレベルが足りてないだけっていう説はあるかもしれない。エルン、あれ、モニカか。モニカが一番怪しいか。恐竜派、うわ、状態食らったし。てか本当は
射撃耐性ありそうな敵に射撃や骨って多分射撃耐性あるんだよな。まあいっか、ひたすら火力よ。ザップ多分もうすぐ終わる。いやし、さすがにもうすぐ終わんないかな。あと3ターンくらいで終わってくれるような気がしているが、どうだろうか。あー、単純に、いや、サイコブラストでいいか。合成サイコもな、もう今となっては単体に対して使うには相当弱いんだよね。食らわない。さあ、予想ではあと2ターン。1100。で、同じ行動をしていく。死ぬな。うわー、死ぬか。ちょ、回復。舐めたかもしれん。回復してもよかった。一応、ここで倒しきる予定ではあったけども、モニカさん回復。いや、ちょっと、ここ回復に振ろう。で、次のターンフィニッシュを狙おう。ヘルファイ。で、一旦体勢を立て直してるな。なんでこんなとこで苦戦してんの。予想では私のなんとなくの、あくまで完全になんとなくの感覚で言うと、ここで終わります。信じる力が重要よ。終わると信じれば終わるんだな。さあ、フラッシュ総竜サイブラ終わんなーさすがにそんな弱くはなかったか。どのくらい HP あったかな。まあ、ドリューあんまダメージ入ってないし、そもそもプラショとかで攻めてる時点でダメージ600とかだもんな。何すんの。いや、ダメージ感覚ガバガバじゃないか。全然倒せてないし、なんならなんなら死んでるし、みんな。いやー、ちょっとここあれだわ、すまん、舐めすぎたから一旦回復するわ。熱耐性、あー、まあ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 、大体やってたんじゃない。2ターンくらいずれたけど、まあ大体やってたんじゃないかな。あ、お、美しい。さあ、そうしたら行きましょう。おお、そうだった、過信棒より奪い取っちゃった。そう、これがね、やっぱちょっと過信、戻ってくる？過信防御輪がついていなかったから、ちょ、過信していた可能性が。え、これ通れるってことよね。オッケーすまんな、タイランドさん。そしたら、はいよ。ジャンプアビリティ。そっか。39。煉獄ステルス忍びが、まあいいか。え、なんで？あ？ん？あ、OKOK。判定が。ジャンプの後に一瞬戻ってから行かないとフラグが立っていない。さあ、そうしたらおそらくこの先煉獄門が開くはず。これさ、デズ様はやっぱ気づかないのかな。兄弟ですよ、お姉ちゃんですよ、妹だっけ、シェラハですよ。かっこよ。スネア、これ何をしに来た。
で、煉獄を見せよう。冥府にやってきた全ての魂は浄化され、前世の記憶や汚れも消えて精霊となるのだ。人間も動物も植物も全ての魂が精霊に変わり、人間や動物や植物として再生する。だが地上の記憶や汚れにとらわれ浄化されない魂もある。そういう魂はやがて煉獄へと落ちていく。煉獄でほとんどの魂は浄化されるが、中には頑固に浄化を拒み、いつまでも煉獄を落ち続ける魂もある。では煉獄の扉を開けてやろう。前世の執着にとらわれた汚れた魂と向き合うがよい。かっこよ。いや、前世にとらわれた落ち続け最下層にいるアルドラさんの魂解放していきましょう。さあ煉獄、一応777回やっておくか。いっとLP3 くらった。ちょっと待って待って待って。さあ、そうしたら100回煉獄ゴブリン。そして200回煉獄竜。煉獄鳥。パッパ。そして煉獄獣。あおーん。さあ煉獄ゴロゴロ、さあ煉獄恐竜。やっぱこいつは主人公たちに卵を取られまくったそれで縛られてんのかな。現世の未練、強い復讐心が。さあそうしたら601回、一応100回ごとだけではなく666と777にも特殊敵がいるんですよ。まずはソウルドレイン666目指しますか。一応ね、100、だいたい100分の1か、1%。これ、惜しい。これで66を引くまで、いや、65か、を引くまで、とりあえずリセマラやってみましょうか。起きた、よっしゃ待て待て、待て、セーブしていいよな。666。よし、これで。さあ、そうしたら、この緑の、なんかモンスターが、来ました！ソウルドレイン戦。一応、レアドロップがアストラルコートだったかな。ただ、アビスクリスタルの方が正直欲しいまである。アストラルコートって普通にシェラハンとこの宮殿の宝箱に入ってますからね。なんかやばいことやってくるんだっけ。ブラックアイスやってきた。やばいことやってきてるかもしれん。あれ反射か、待て待て待て、反射か毎回わかんなくなるんだよな。反射だったら双竜だし、単純にダメージ無効だけだったら別に近接撃っていても大丈夫かもしれん。フラッショー、ライフブレイク大丈夫。オッケー、ナイスリフレクト、それでかい。あれ私たち LP ダメージ無効ついてる。お守りか。え、なんかライフブレイクってさ、多分 LP ダメージをね防げてる気がする。単純にダメージが効かないだけだったらいいけど、ちょ、スローにして見てみるわ。スローじゃないか、これが1倍か。
等速にして、さあライフダメージが防げてるのかどうか。悪霊体験、アトラクションに連れてかれる。あ、状態上か。もうやってこないやないか。ちょ、確認させてほしい。カース。で、浄化して。わあ、悪夢か。起きたら混乱するやつや。うわ、浄化二段重ねが正解だったか。アイコン出てたと思うな、悪夢の。やべえ、見てなかった。これ先にシェリルが動いて、全滅なんかした日には、完全に私のプレミですけど。一応直しとく。あれ、カースってさ、浄化で治るっけ？あらゆる状態上を治す。じゃあ大丈夫でしょう。カース、二重カース。浄化、オッケー。先に直した。で、カース。おい、あらゆる治ってないやないか。もう治らない気がしてたわ、なんか。あー、トリックモードということは一応アタックモードをした方がよし。 LP 削りたくないんだよな。まあ総龍黄色1だったら使ってやろう。で、一応防御的に行くのであればエルマン、いや攻めるか。吹雪攻めからやることね。やることない人が一応回復しとくか。で、敵がトリックだからアタックしたいんだよな。アタックモード、ビピないから、まあ、アタックモードでペチしながらアタックモードのプラショと。呪いかかってるから、ステータス下がるんだったかな。今なんか LP1 減ったよね、多分。やっちまった。吹雪ショット終わらないか。いや、これ、あー、LP 減ってるわ。いや、もった。で、ディフェンスモード。敵がアタックだからディフェンスモードしていく。で、ドリューひらめけ。グランドスラムひらめかないな。ライフブレイク。あ、減ってるわ。あ、減ってるわ。すまん。全然減ってた。あ、全然減ってた。なんか半透明になった。うわ、待って待って、主人。お、バーバラさんの LP やばくない？残り3じゃないっすか。あれあれあれ、火山とか、なんか吹き上げてる中に当たったから。3だなぁ。まずいなぁ。3はまずいなぁ。万物一空とかもう使うか。節約してる場合じゃないな。ガーラルシャフト戻ったら修理すればよし。万物一空し、全力ひらめけとか言ってる場合じゃないかもしれんなぁ。ひらめけ言ってる場合じゃなかったら、削岩がいっちゃん強えか。で、ザップだな。ブラックアイスかけ直し。あ、そう、万物はカウンター、危な。吹雪。え、万物って関節だった？あ、違う、削岩もまずくないこれ。危な。カウンターされたら、これ石化すからね。ちょっと一旦 BP 貯めるか。ライフ、あー、まずい。おー、避けた。あ、確定ではない。確定ではないからか。あー、ちょっと待って、危ない。早、ちょっと早く倒さないと間に合わなくなっても知らんぞ。やーばい。そっか、 LP 対策。いやー、せめて
ライフ攻撃耐性の装備してくるべきだったな。トリックモードってことはアタックで攻めたい。いや FP 使うのはまずい。LP 使うのはまずいな。もう滑殺でいいや。行くしかねえ。もうこれ行くしかねえわ。サイブラこれもう行くしかないわ。昨晩さっきこれ関節だったのかな。ちょ怖いから回復にしよう。でアタックモードでザップ。武器の耐久はもう使う。うわー主人公か。状態異常かからない。いやむしろ悪霊体験の方がいいわ。ライフブレイクがやばすぎる。うわっ、あなたなんで LP に。まずいまずいなー。そうか、普通にカウンターされたな。バカでした。あれだけカウンターカウンター言ってカウンターされてるバカがいるって。いやシェリルは攻撃し、待て待て、まだ負けたわけではない。サイブラエルマンで回復しよう。でここで敵がディフェンスモードだからトリックモードで崩そうとか言って月影撃って、で近接だからブラックアイスでカウンターされ死ぬっていう。そんなバカいない、いないいない、そんなバカいないって。ザップショットでしょう。ちょっと相性悪いですけど、もうこれ仕方ないわ。あ、もしくはいや、マザップだな。ヘルクロ連携するか。ナイス連携、これでかい。行って、むしろ行ってほしい。2100いかないんか。強い、まずい。ちょっと LP に早くやらないと間に合わなくなっても知らん。ここでBP ためとか言って先行してカウンターされるようなバカいるから。そうなんよ。いやもうヒーラーになってもらおう。で吹雪ってサイブラー届かないか。早打ちで回復。いやもうザップ連打するしかないな。悪霊体験はいい。それオッケー、それオッケー。しかも状態異常かからない。てかなんならさっき悪霊体験で状態異常かかってくれていたら私が変な行動してたから、カウンターされずに済んだのに攻撃しなかったから。マジかー。でここいや総流だな。そうか、ここで総流は関節だから総流でいいのか。慌てるな。一つミスをしてから連鎖的に崩れるっていうのが大体の私の負けパターン。焦るな、焦っちゃいかん。うわまずい、これ主人公来たら終わる。やばい。モニカさんなら OK、 モニカさんならまあ OK、防いでるし。お前シェラハの LP 削ってくるとかいい度胸だな。おいもう防がれまくるし。いやバーバラ以外もこうなってくると LP 若干怖くなってきたな。まあ一応総流してエルマンな。エルマンも一応総流あんのか。関節総流マリストリクで LP 使ってもまだエルマン11あるし、マリストリクで攻めるか。
いやー、ザップちょっともったいなくなってきたな。プラッシュにするか。うわー、まずい。待って待って待って、ほんと待って、ほんと待って、ほんと待って、危ない。うわー、終わる。おー、耐えた。待て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 、耐えた耐えた、今の耐えはでかい。あー、終わる。あー、おー、耐えた、おー、耐えた、今の耐えもでかい。昇竜、いいダメージ。いや、いいダメージ出たな。まだエルマンの LP はあるから、エルマン火力かもしれん。いや、間に合わなくなっても知らん。早く倒すしかない。もう火力よ。お前、ブラックアイス発動率高くないか。アビス、おい、エルマンの LP を犠牲にし、いい火力が出てるかもしれん。気ダメージ、わー、そうか。で、一旦ディフェンスするか、そしたら。やーばい、許して、ほんと許して。主人公、あー、終わんないの。よしよしよし、そいつ OK。オッケー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 。いやー、それダメ。おー、耐えた。待て待て待て、バーバラさん耐えすぎじゃないか。え、さっき食らったよね。耐性があるわけではないよな。これはめちゃくちゃいい乱数を引いてるっていうことか。いや、生命波動一旦ディフェンスするか。で、マリストリク双竜プラッショかな。さすがにそろそろ終わるんじゃないか。怖い、終わる終わる終わる、逆にこっちが終わるって。出がれてゆく。ああ、おお、ノイスディフレクト。ダークはよし、ダークよしなのか。このイベントで下でダークいなかったら大丈夫か。え、なんかこれ防がれすぎじゃない。いや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 、ちょっと、何時に光を。え、エロール来たんだけど、光の邪神来たんだけど、不吉。お不吉じゃねえ、ありがてえ。マジか、 LP5 回復してくれたわ。エロールに感謝するのなんか嫌なんだけど。え、なんかエロールに感謝するのなんか嫌なんですけど。でもなんか、ありがとう。なんかおかげで勝てそうです。なんだ。派手にやろう。そしたら、これ悪夢、あ、そうだね、悪夢だから、浄化、一回死んでもらうってパターンもあるけど、まあ、浄化、癒し、で、さらに浄化っていう。一回死んでもらった方がいいんじゃないか説も。え、これせっかくエロール来たのに、もう一回全滅の危機とかないよな。で、あれ、エルマン回復してないか。エルマン自分で回復してもらおう。双竜、さすがにそろそろ終わってほしい。いやー、エルマン火力だったからな。自分で回復とか言ってない方がいいか。ちょっとエルマンの LP7 が若干怖い。いや、さすがに大丈夫だよな。え、てか、こいつ、あ、曲、回らないと勝てないかと思ったよ。いや、強かった。なんなら、エロールのおかげだったかも。いや、違うな。エロール来なくても、LP 的には勝ってた。エロールのおかげではない。決して感謝はしない。4手、4手。そして、煉獄草。
そして701階に行ったら、ここはやろう、777階ビルキース。さあ取れるまで帰れません。というか777に行くのが大変。76を引く。お、来たんじゃないか。以上確認しようか。777、よっしゃー。そうしたらこの先いるのは、さあやっていきましょう、緑の悪魔。あれ、なんかみんな緑なんだな。さあそうしたら、幸運の魔女ガーゴイルか。 LP 回復してくれたから全体信頼打つか。で全体吹雪、サイブラ全体で、ドリュー撃も一応ディフェンスモードですか。で全体で、貴重な貴重な貴重な武器耐久はもうミリオンダラーで使ってしまうか。これあれか、アローレインよりミリオンダラーの方が強いよな、どう考えても。オッケー、クソ強い。なんだっけ、あれか、味方強化か。自身が強化されているか。いやでもおそらく問題はないな。何かひらめけドリュー撃、何かっていうかグランドスラムひらめけドリュー撃から、あとはフラッシュ連打かな、おそらく。いやー、ソウルスティールはライフドレインっていう我々特攻があったけど、幸運の魔女に限っては特にそういうこともなさそうだし、いや毎回そういったあれなんだよな。過信防御林を装備していこう。なんか王冠のマークついてない敵に。あれ何、あ、あれか。おー来た、グランドスラムでっけー。よっしゃー、新猿用ひらめいたわ、これよ。ターン終了時もう一度攻撃、これで柱を折ってくんだわ新猿の。これ王冠はあれか、さっきの、全体強化が乗っているということか。まあそしたら強化解除ないもんな。いや、ドリュー撃グラスラひらめいたとしたら、もうあとは火力で攻めていいか。削岩、オッケー、弱っ。でビルキースかな。え、あ、ビルキースってレア。おいー、じゃあもうビルキースゲットするまで終われません、始まっちゃうじゃん。あ、そういうこと。え、そういうこと。仕方ねえな、やるか。テイク2出ない、テイク3出ない、テイク4出ない、テイク5出ない。さあテイク10出ないか。いやー、あのあとグランドスラム1回もひらめいてないから、1回目でグランドスラムひらめいたのをリセットしたのが結構痛い。さあテイク15出ない。うわ、来たー、テイク17ビルキース。そんなに大変じゃなかったかもしれん、これ運が良かったのかな。いやー、しかしグラスラが、まあまあグラスラはね、一回先って、おい、一回先って。ちなみにビルキース一応装備しておこうか。神殺しの異名を持つ。神殺し、え、これはもしかしてエロールを。エロール殺せるのか、これはもしかして。赤く脈打つ不気味な斧、愛がアップ。いや、てか新猿殺せるんじゃないか疑惑が。そして800回煉獄魔人、これがビルキース。え、なんか銃っぽくない、え、どういうこと、槍でしょ、え、これ斧なの。あー、振るとなんか変わる系か。ちょっと一旦振ってみようか。変わらんやん。
なんならそれ再建じゃない？え、それ今斧でした？そうして煉獄化石業。ここだ。さあ、そしたら。千年も囚われていた場所。千年もミルザを思い続けていた場所。デスによって解き放たれた俺の魂はこの体に入り込んだのか。かわいそうだよな、女の子なのにアルトラ。なんと醜い姿だ。まあそうは言ってやるなって。ミルザを思い続けることがそれほど罪なのか。だが神々よ、どんな罰を与えても俺の思いを変えることはできない。このイベントは原作でもあった。ここからよな。リマスター版？リマスター版は何かあるんじゃないの？ないの？なんで？はあ。リマスター版は、アルドライベントが？あ！ああ、トロフィーか。旋回のトロフィーとは別だよな。いや、特に更新はされていないのか。で、コメントもらったんですよ。めちゃくちゃレアな詩人の語りがあるっていう話で。で、この冥府のイベントを終えた後、即、すかさずエロの神様に話しかけるのを忘れずにということで、とりあえずエロの神様行くか。いるけど即って言われたな。一応仲間から外れてるんだよな。即エロシーン。サルーインの復活が間近に迫っています。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。これってさ、運命だもの、仕方ないさ。サルーインのこの世界は一応あれか、そんなことは絶対にさせない。サルーインと戦う。一応今なんだ、3拠点はマルディアスに。ああ、普通にやってると毎回あれなんだな。巨人族なんだよな。古き神々の仲間から外して。で、あれか。で、もう一回。私が語る物語を聞いていきませんか。はい。聞いてゆく。銀の戦士ミルザには、あ、これか。多くの仲間がおりましたが、その一人にアルドラという娘がおりました。アルドラは育ちが悪く、誰からも相手にされませんでしたが、ミルザだけは親しく接したのでした。アルドラはミルザの助けになりたいと努力をしました。やがて彼女には恐ろしいほどの魔術の天分があることが分かってきました。しかし、悲しいかな、魔術の訓練をするには彼女は大人になりすぎていました。自分の力をうまく使いこなせない彼女はいつも足手まといでした。それでもミルザだけは彼女に優しかったのです。ミルザがサルーインとの戦いに赴く前夜、オイゲンコウとアルドラには残るように言いました。オイゲンコウはアルドラと一緒の扱いをされたことに激怒しました。アルドラも必死で頼みましたが、ミルザ以外の仲間に言われたのです。足手まといだ。オイゲンコウはミルザに言われた通りにしましたが、アルドラは違いました。ミルザたちの後をついていったのです。ミルザは気づいて何度も帰るように言いました。アルドラはその度に離れたのですが、またすぐ近づいて後を追いました。前からも後ろからも敵が現れ、ミルザたちの旅路は苦しいものでした。仲間の一人が言いました。ここでアルドラに後ろからの敵を防いでもらおう。ミルザは反対しました。アルドラの運命が分かっていたからです。仲間は言いました。
サルーインを倒すのが君の使命だ。ミルザも承知しなくてはなりませんでした。アルドラはミルザの役に立てることを素直に喜びました。ミルザはアルドラに最後の贈り物をし別れました。永遠の別れでした。あー悲しい。ミルザのためにウィザードリングか。ミルザがサルーインを倒すまでとアルドラは懸命に戦いました。しかしアルドラの命の炎は長くは持ちませんでした。ミルザの運命を知ることなくアルドラの命は燃え尽きてしまったのです。いやーでもさ、この語り原作で聞いたぞ。あ、アルドラの語り 1? もう一個あるってことか。あれ、リマスターで追加されたっていうわけではないのか。私が かつてこの騎士団領のあたりは何もない荒れ地だったといいます。オイゲンコウは人々を率い荒れ地に立ち向かったといいます。そこに一匹の竜が現れサルーインを倒した人間の技を知りたがったといいます。これは竜騎士か。オイゲンコウは忘れてしまったといいます。あれ待て待て、なんか今一瞬2が更新されなかった。更新された。なんで2が更新されたん。あ、1と2ってそういうことか。長いだけなのか。あーなるほど。いやでもなんか聞き忘れてんの結構あるっぽいな。プロフィーは外したい人がいるんじゃないですか。同じ集会の中で全部聞かなくてもいいのかな。私から言ってあげますよ。多分トロフィーだから、すべてのセーブの中ですべての語りを聞いておけばいいっていうことかな。そしてあなたはもしや何か用か。え、俺は神々に背くものだ。え、俺に構うな。え、これを私に来ただけよ。これはミルザが俺にくれたものだ。一人称俺だっけ。あ、ミルザ、俺はどうしたらいいんだ。一人称俺なの。アルドラの一人称俺なの。千年考えてるわ。バカ野郎、千年考えてるわ。ひどすぎじゃないか。ミンサガの選択肢ひどすぎじゃないか。一緒に戦おう。でサルーインと戦えばあなたのそばに行けるのか。それならば喜んでサルーインと戦おう。俺は魔導士アルドラだ。アルドラ、今度こそ俺をサルーインと戦わせてくれ。任せろって。新猿なんすけど。新猿なんすけどいいっすか。後ろは任せたって言ってる仲間並みに鬼畜なこと言ってるかもしれないですけど、新猿なんすよね。そこんとこよろしくお願いいたします。アルドラなってる名前。ステータス腕力8、体力6。あ、そっか、私の育成が悪いってこと。え、これクラスは ローダリア術法師のまま。ウィザードレベ5持ってんのか。ワンチャンウィザードにした方がいいまであるか。ただウィザードにして何をするかっていう問題はあるけど、一旦はロザ術にしておくけど、シンサルではウィザードにするっていうパターンもあるかもしれない。一応ね、ちょっとチート級な合成術は使わないようにしようかなとは思ってるんですよ。そうするとロザ術のいいところないかな。まああれか、リバイバの LP 消費ゼロとかが作れたっけな。それくらいは OK にするんだったらロザ術の意味はあるかもしれない。ウィザードな、そんな火力にならないと思うんだよな。となると結構微妙説もあるんだよな。いや何がいいだろう。ちょコメントをいただけたら嬉しいです。でアルドラが仲間になり、そうしたらシェリルもおる。
そうしたら我々は新サルか。さすがにエルマン HP332 グラスラひらめいてない。ちょっと次回新サル準備会をしつつ新サル特攻かな。というわけで今回はここまでにしましょう。皆さんご視聴いただきありがとうございました。